はい、どうもゆきです。青春をなぞるパワプロくんポケット11、実況プレイ続きやっていきましょう。前回狩村さんが殺されました。赤井に会いに行くか。コンコン、え、ノック、こちら。おい、仲間かもしれないだろ。違うわ、知り合いにノックするやつはいない。それはどうなんだろうね。いるものなら返事ぐらいしてほしいものですね、ミス浜野。え、いつまにそんなところに。ルカ、誰だこのすごい美人は。実際美人なんだろうね。天でも主人公言ってましたよね、美人だって。悪の組織の大幹部よ。あら、そんなパンチ一発で。わっ、へえ。大帝国電機の株は必ず上がります。だから今は持っておきなさい。ご苦労、買収作戦は順調なようだな。私の能力は否定系だとダメなので、株を売ってはいけないだと効果がありませんしね。あんたの持ってくる仕事は地味な上に面倒くさいですよ。まあ今後もせいぜい私をこき使ってください。ああ、そう言ってもらえるとこっちも気が楽だ。暗示一切聞かないっていうね。かっこいい。ほら、これは追加の仕事だ。どうしてあんたには私の能力がちっとも聞かないんでしょうね。どういう精神力してるんです。自信なくしますよ、ほんと。そうそう、浜野の話は聞いたか。ルッカが捕らえたそうだ。え？ん？あれ？ここはどこだ？暗いな。開いてて。あれ？縛られてる。うわお。え？明かり？え？なかなか頑丈ですね、ミス浜野。しかしこれからじっくりと、今までこのように存在したことを後悔させてあげますよ。やってみなさいよ。やってあげますとも。まずはそっちのとこからですがね。なんで俺巻き込むの？俺どうなるの？くっ。いい顔ですね。少しは私の気も晴れます。一度、私に負けたからって、いつまでも根に持ってんじゃないわよ。うるさい。私がお前なんかに、偶然でも負けるはずがないのです。そんなことはなかった。どうやら明かりと戦って負けたことがあるらしいな。ルッカ局長、お楽しみのところ申し訳ない。いえ、社長だ。俺見られたらやばいんじゃね？ミスシアン、まさかお友達を助けに来たのではないでしょうね。いえ、緊急連絡です。アリゾナ基地で爆発事故が発生。2時間前です。何？クソ、私の副官は何をしている？あかり、いい格好だな。シアン、社長には顔見られないようにしないとな。バレたらやばいからな。どうだ、あかり。いい加減正義の味方ごっこはやめて、私の元へ来い。ルッカから守ってやるぞ。ごっこなんかじゃないわ。私は命がけで。状況に流されてそうなっただけだ。君たちには理想も目的もない。ちなみに君たちがこれまでに阻止したジャッジメントの作戦は14だ。日本のごく狭い範囲で活動している割にはなかなかの数字だな。だが、ジャッジメントは国家の戦争から地方の実力者の失脚まで、世界中で毎年1000を超える犯罪行為をしている。うわ、悪いじゃん。君らが命がけでやってることは全くの無駄だ。そんなこと、だからごっこ遊びだと言うんだ。世の中を変えたければ、すでにある大きな力の一員になれ。期限切れの弁当をかじって、雨水で洗濯する人生でいいのか？どうしてそのことを？だから君らは甘いんだ。ワームホールがどうしてあそこで待ち伏せしていたと思う？君が粗大ゴミの回収場所に必ず現れると分かっていたからだ。さすがに君のアジトからナマーズの寮の名前に毛布が出てきた時は頭を抱えたがな。バレてるね、俺。俺のこともバレてるよ。よく考えておくんだな。もう時間はあまりないぞ。社長とどういう関係なんだ？高校時代の、私の親友。いえ、違うわ。私が利用してただけ。世間知らずで、自信過剰で、真面目でバカだったから。だから学校に潜入している私の正体を隠すためにちょうどいいと思ったから友達のふりをしていたの。本当に？最初のうちはね。でもシアンはいつも輝いていた。だからいつの間にか私は圧倒されて嫌いになったわ。嫌い？シアンは友達だって言ってくれたけど、やっぱり嫌いよね。あの人には目的も実現のために必要なこともはっきり見えるのよ。私はついていくので精一杯。うん。今じゃ私の方が世間知らずで自信過剰なただのバカよね。そんなことはない。必死で生きている人間は、みんな君も含めて輝いている。これも名言だよな。はぁ、名言読むとき若干震えんだよな。それで励ましてるつもり？どうせ私なんか。ちょっと待った。なんだあの音は。うわ、水が入ってきた。なんで？ひょっとして水攻めか？そんなわけないでしょ。多分タイミングからして。あ、社長か。おい、お前たち。水漏れでこの地下室が沈む。別の場所に移ってもらう間、鍵を外してやるが逃げるのよ。ああ。はーい。キュッピーン。そして、局長大変です。今度は何事です。この基地で水道管が破裂して、その混乱の間に浜野に逃げられました。What？ あの女、ミスシアンはどこにいる？ずっとここにいますか？え？大変なことになりましたね。早急に追跡と原因の調査を。お前に言われるまでもない。その頃、
こんなに簡単に逃げられていいのかな。所長に言われたことを気にしているのか。いいえ、今更後戻りはしないわ。たとえ無駄でも私は正義の味方よ。倒れる、その日までね。よし、それでこそ明かりだ。ありがとう。デスマス、わざと浜野を逃がしましたね。さあ、何のことです？私はただ浜野を逃がさないように警備の連中にやってはいけないことを忠告して回っただけですよ。ジョークにしては面白くありません。そうですか？では私に罰を与えてください。貴様、私にまで能力を。ルッカは聞くんですね。お前がこれほど応用の効く超能力の持ち主でなければ今この場でその首をへし折っているところだ。局長にはよく聞きますからね。あ、そうだ、どうせなら今後浜野の始末は私を外して他の人間を担当にしましょうね。また私に能力を。いいでしょう。やる気に免じてミス浜野の件は今後お前に任せましょう。ありがたき幸せ。しかし罰は与えます。こともあろうにこの私に能力を使うなんて本来なら殺しているところです。強烈。デスマスはしばらく修理のためにダイヤだそうです。やれやれ、ルッカ局長も大変だな。もう全てがシアンの思い通りですね。あ、カレー？はい。食うよ。だって断った方が魔人の好感度落ちてややこしいことになる。そして、あー、また来たよ、赤と青。いや、またこいつらかよ。逃げるわよ。おい、待てよ。あいつらを倒す方法はないのか？対戦車ミサイルでも地雷でも無理。一度イオンボールをゼロ距離で打ち込んでみたけど、10センチほど外側がえぐれただけだったわ。イオンボール？プラズマ兵器よ。私の使える武器で一番強力だけど、使うとしばらく動けないからね。で、近づいてくるぞ。そこの隙間に入って。ちょっと、もう少し奥に行ってよ、エッチ。狭いんだから無理だよ。奴らに見つかるじゃない。苦しい、無理に押すな。し、来た。ん？ピョ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 。かっこ。中の奴が出てきた。そっくりだけど、あいつらは双子なのかな？キュギュギュギュ、何言ってかわからん。小鳥の鳴き声みたいだけど、何を話してるんだろうな。おかしいな、絶対ここだと思ったんだけど。今日も街をいっぱい壊しちゃったし、このままだとまたママに怒られるよ。あ、そういえば冷蔵庫にプリンがあるんだった。え、本当？やっぱり急いでお家に帰ろう。おい、プリン、ありがとう。ふぅ、行っちゃったみたいね。あれ、ユキ？おい、引っ張り出してくれ。使えて出られなくなった。それ女の子だろ。女の子がお尻使えてくれるべきだろ。なあ、腹減ってないか？そうでやんすね。門限までまだ時間あるでやんすね。前に行った店に行ってみないか？あそこでやんすか？行くでやんす。またバッタいるでやんすかね。いらっしゃい。お邪魔しますでやんす。うおでやんす。何を驚いてるんだ？あ。おー。水木と古沢さん。よう、お前もこの店を知ってたのか。こっち来いよ。ははは。え？筋肉。とにかく、これで真実がはっきりするな。え？いや、何？ぜんざいとはどんな食い物かで揉めてたんだ。ぜんざいって言ったら粒あんで作った汁粉のことでしょう。そうじゃなくて白玉の上にあんこを乗せた食い物だよ。いや、かき氷の一種だろう。というわけでお前の意見を聞きたい。え、俺？あ、いつの間にかグダ君がいなくなって。なんでさ。俺はね、ぜんざいでしょ。ぜんざいお汁粉かな。よしよし、そうだよな。そうだ、この店の人に作ってもらえばどうでしょう。そう来ると思って作っといたよ、3種類全部。え？つまり地方によって別の食べ物を指すみたいだね。そういうことです。全部作れるのもすげえな。よかった、結論が出てくれて。この店でよかったね、本当に。いやー、いいお店だぜ本当に。あかりに会いに行くか。あ、こんにちは。え、のっぽの子？のっぽの子、天気の子みたいな言い方してんな。ここや、ここ。うわ、天井？天井に座って弁当食ってる。なんや、あかりから聞いとらへんのか。うちの超能力は自分に働く重力の方向を変えられんねん。超能力者だということ自体初耳だよ。まあそんな能力でもなきゃ正義の味方とかやってらんないよな。しかし重力を操るのか、敵をぺちゃんこにしたりするのか。いや、それは無理や。あくまでも方向を変えるだけで重力の強さは変えられへんし、うちが触れてるものしか影響はないからな。なんか大したことないな。あは、まあそうかも。重力の向きを上向きにして天井に座ってたのは分かったけど、どうしてわざわざ面倒食ってたんだ。ああ、超能力の練習や。箸から離れた食い物は途端に能力が及ばんようになるし、弁当という変化していくものを一つのものとして捉え続けるのはなかなかに難しい。よくわからないけど、食事の時ぐらいリラックスしたらどうなんだ。こら、一本取られたわ。一体何を騒いでるの。あ、私の弁当勝手に食べてる。おい。やば、これはまずい。ほな、さよなら。すごい速さ。あ、走る方向に重力をかけたのか。なるほど、使いようによっては便利かもしれないな。あなた何を言ってるのよ。あれは私の知る限り最強の超能力の一つよ。は？天井に座れる能力が？10トンのトラックですら指一本で投げ飛ばせる能力よ。え？確かに。
5000万のためにはタイトルか。試合ですな、久しぶりに。どれを狙うにしても今の俺にはちょっと難しいな。おい、ゆき。あ、はい。何をぼーっとしとる。そんなことでは5000万は無理だな。え、監督ご存知なんすか。水木から聞いたよ。ところで、選手の給料はどこから出てるか知ってるか。それは球団から。その球団にお金を払うのはファンだ。ファンが喜んで、たくさんお金を払えば、当然わしらの給料も上がる。つまり、球場の入場料ですか。グッズやテレビの収入もバカにできん。お前が頑張っていいプレーをし、球団とお前の人気が上がれば、当然お前の給料も上がる。なるほど。俺が大活躍して大人気になり、ナバーズが優勝でもできれば、確かに。もうそうか。燃えてきましたよ、監督。一応こっち命かかってっからね。最近、ああいうはっきりした欲のある若者が少なくて物足りなかったが、いや、実に関心なことだ。オッケー、やってやんよ、監督。やべえんだよ、そろそろ命がよ。さあ、足沼だ。ちょっと待って。見たい。さすがにこれはね、敵の能力見ておかないと。ああ、有能だな、足沼くんよ。でも、打ってやんよ。俺3番だからね、何気に。いける。あ、入った、入った、入った。ナイス！オッケー！こうやって結果を出していって、5000万に近づけていく。ほんと、クリアしなきゃな。ね。なんか、活躍してないからお前クビねってなったら死んじゃうからね。難易度高いんだよ、何気に11。OK、これはボール球。よく見てる。よく見ろよ。これ、あー、これもシンカーだったか。ミスった。落ち着け。いや、もうちょっと進化多くないお前。やめろよ、進化もう。これはボール球、大丈夫。ここだ。あ、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。オッケー、二塁取ったな。よし、ナイス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 。いいよ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 。向こう、アキラくんいるんだな。オッケー、圧倒的じゃん。強い強い強い。ナマーズ強いよ。あ、西野カナダ、向こう。西野さんってスライダーとかシュートとかだっけ。ナイス。マジ勇気強え。いや、マジ勇気強えんだけど。これはもう5000万、6000万いただけないとね、困りますよね、シアンさん。さすがにこんだけ活躍してんだから。ここは振らない。やっぱスライダーか。なんか西野って結構出てる印象があるな。あー、ミスった。今慌てちゃったな。落ち着け。打てそうな位置で振ればいい。え、なんかストレート遅くなってね。いや、大丈夫大丈夫、落ち着け。ボール球は振らないように気をつける。よく見ろ。あー、スライダーだった。くそー、ストレートだと思って振っちゃった。今のはミスですね。もう一打席来るか。 OK、 もう一球打ちたい。アピールしておきたい。あー、スライダー。くそー、スライダー狙いでいこうかな。おっ、おー、1試合に3本ホームラン打ってるこいつ。しかもプロ野球で強っ。オッケー、これはさすがに評価していただきたいのですか。よし、勝った。俺は5打数4安打3打点だった。ホームランも3本打った。異常でしょ。いや、もっと上げてもいいじゃん。あ、社長。あ、君か。今日は観客で満員でしたね。君たちの頑張りのおかげだ。あのお客さんたちもシロアリなんですか。やれやれ、覚えていたか。あの時の私はどうかしていた。自分に与えられた役目の重要さと周囲に対する苛立ちで、つい子供っぽいことを言ってしまった。誰かに言ったか。いいえ、そうか。一流の政治家なら考えていることをあんな風に漏らしたりはしない。まだまだ私は未熟だ。じゃあ本音だったんですね。私にまた何か言わせる気か。君は不思議な人間だな。君を前にするとどうも口が滑る。社長、時間がありません。よし、君も車に乗れ。なんで？ちょいちょい拉致るね、俺のこと。そうだな、この話をしよう。私の父はお人よしの政治家でね、活動を縛られないために大手政党の支援を受けず、世の中を少しでも良くしようと頑張った。今でもよく覚えている。ハンドマイクを持って駅前に立ち、小雨の降る中で理想を語っていた父と、足を止めることなく流れていく人の波。私は父を尊敬していたし、それが正しいやり方だと分かっていたが、子供の私でも世の中を変えるにはこのやり方ではダメだということが分かってしまった。だから私は力を求め、力でなければ動かない大衆というものがあまり好きではない、ね、正しいこと言ってても力とか知名度とかがなかったら結局人には届かないですからね。
力を持ってこそ何かができるっていうのは正しいとは思う。一方、球場に集まっていたのは野球ファンという個人の集団であって大衆ではない。つまり今日のお客さんはたくさん来てくれて嬉しいな。そうですか、なんだか安心しました。じゃあ野球頑張ってくれ、5000万目指してな。失礼します。どうもキレがありませんね。人間の集団は数が多いほどバカになるぐらい言っても良いのでは。この難しい時期に余計なことを口にするべきじゃない。いやー、視野も悩んでんだよな。明かりのとこ行きます。今日は格闘術の訓練。おお。いやー、それは遠慮させてくれ。野球選手は体が資本だから怪我は困る。しょうがないわね。じゃああなたが私に技をかける方針でいきましょう。気が進まないな。まずは腕の関節技からよ。こことここを持ってこうしてみて。こう？いただだだ。これ体重かけるな。折れたらどうすんのよ。だって言われた通りに。あ！ブラック。いつの間に？あいつは姿が消せるのよ。で、それは？それは賞味期限がまだ切れてない。とっておきのビスケットじゃない。勝手に食べちゃダメ。そうなの？ごめん。まったく、来るならお土産の一つでも持ってきなさいよね。逃げた。え？あ、勇気がいない。ババヤガン様。名前がひでえ。ようこそいらっしゃいました。ここまで飛行機で8時間だ。ワームホールがいなくなってからは移動が面倒くさくてかなわん。完全に近所のおっさんだよね、これ。見た目が。近所の古くせえおっさんだよね。はい。組織にとって重大な損失でした。奴の気持ちがわからんでもない。だがそもそも A ランクが S ランクに劣っているわけではないのだ。対象を機械から見えなくするだけの私の超能力の方が戦闘力の点では劣っているとも言える。でも今の機械最前線みたいな時代ではすごい能力高いですよね。 S ランクの S はスペシャルではなくストラテジーの S だ。能力がジャッジメントの戦略にさえも影響を及ぼせるから S ランクなのだ。まあいい、作戦に移ろう。はい。対空ミサイルの準備は？はい、完了しております。よろしい。あれ、みんなどこだ？急に見えなくなったぞ。バカ者、サングラスの映像機能切れ。すでにお前たちもミサイルも私の能力の影響下にある。カメラ越しだと私の能力の影響で仲間もミサイルも見えないぞ。監視衛星だろうとレーダーだろうといかなる機械であってもお前たちを見つけることも記録することもできないんだ。強すぎでしょ。しかしミサイルの破片が発見されれば何者かの攻撃であることが判明してしまうのでありませんか。作戦の詳細を知らんのか。ミサイルはあくまでも確実に大神の会長を始末するためだ。会長の乗った旅客機には自衛隊の航空機が体当たりをする予定だ。え？もちろんパイロットは洗脳して組織のコントロール下にある。体当たりが成功しようと失敗しようとこのミサイルが旅客機を破壊し、そして自衛隊機の装備に紛れてミサイルの破片は注目されない。なるほど。あ、そろそろ旅客機って言いにくいんだよ。自衛隊機が撃墜されました。うん、護衛がしたか。だが本命はこっちのミサイルだ。探知できなければ対処もできまい。よし、発射を。うわぁ主人公、さすがにお前空気を読みなさい。ちょっと待ちなさい。まだ特訓は終わってないわよ。カリちゃん、敵だよ、そこにいるの。超強い敵だよ。なんだこいつらは。あれ、なんだあんたらは。そこにあるのは対空ミサイル。どうやらとんでもないことをやろうとしてるみたいに。理解は早いな。あ、こいつ刃物です。裏切り者の旧式サイボーグです。ほら、旧式っていうな。なんかもう緊張感一気に薄れたな。うわ、武装した連中の中に飛び込んでしまったのか。確かに大ピンチね。おお、このピンチをどうやって切り抜けるので。マジン出てくんな、お前。あ、こら、お前、のんきに感染してる場合か。さあ、気をつけろ。私と似たような能力で姿を消している奴がいるぞ。マジンさ、明かりルートだとちょいちょい役に立つのやめろ、お前。姿を消している？なんだ、じゃあブラックがいるのね。それなら攻撃よ。おいおいおい、勘違いしてなんか攻めようとしてるぞ。え、いや違う。マジンさ、明かりルートでこうやってちょいちょい邪魔するのやめてほしいよね。あー、袋叩きにされてる。よし、周囲に低出力でレーザーをパルス発射せよ。あ、ちちち、これはマジに熱いで、マジン。何するで、マジン。うわぁ、なんかマジンが戦闘に参加してる。いかん、退却だ、退却。助かった。私のおかげで、マジン。いや、間違いない。ありがとう。今回ばかりはその通りだな。翌日。ちょっとブラック、昨日私が袋叩きにされてる時、どうして助けてくれなかったのよ。え？いえ。あ、もうブラックからしたらなんだよ、それっていうね。そして、コーチ出てきちゃったよ。はい。そして、ちょっと後ろを向いてくれたまえ。あれ、これ完成しちゃった感じ？よし、合格だ。
さあ、最終レッスンに入るぞ。はい。え、あの、コーチ？そういや。うわあ。みーみみみー。あ、そして、ひどい目にあった。大丈夫でマジン？体を鍛えるのもほどほどにしておいた方がいいでマジンよ。そうだよな。いでででで、お尻が。お尻。うわあ、弾道下がった。最悪、クソイベ。クソイベ。まさにクソイベ。クソまみれになってないでしょ、あの人のチンコも。はい、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。最後掘られちゃいましたが、明るいイベントは順調に進んでおります。そして多分5000万もかなり近くなってきましたね。前回の試合で活躍できたのは大きかったと思います。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメント等よろしくお願いします。じゃあね。